東京電力の家庭向け電気料金の値上げを審査する経済産業省の電気料金審査専門委員会が5日、報告書をまとめました。報告書によると、値上げの引き上げ幅は東電が求める 10.28% から 1% 縮小される見通しとなりましたが、福島県内の原発に対する維持費用が追認されるなど、さまざまな疑問が残されています。今日のコンタクトはこの東電の値上げ問題について取り上げます。ゲストをご紹介しましょう。消費者委員会東京電力問題ワーキンググループの外部有識者で弁護士の水上貴久さんです。今日はよろしくお願いいたします。東京電力のですね、電気料金の値上げというのはもう消費者の台所といいますか、それぞれの家庭に直結してくる問題なので、皆さん非常に関心は高いと思うんですけれども、なかなか今行われている審議の内容とかプロセスとかっていうのが見えにくいというのが、実際私などもですね感じているところなんですけれども、水上さんはこの消費者委員会という場でこれまでずっと電気料金の問題を、課題として取り上げていろんな提言をされていらしたというふうにお聞きしているんですけれども、まずですね、電力料金というのは今回の原発事故があって以降ですね、この総括原価方式であるっていうことはかなり知られてきて、とにかくいろんな肥料を持ってですね積算したものが全体の費用となって電気料金に反映するということで、ずっと議論にはなってきたと思うんですけれども。この中でいろんな課題はたくさんあると思うんですけれども、今回水上さんが非常に問題だと思っているところというのはどういった部分があるんでしょうか。まず一番今メディアとかで言われているのは人件費ですよね。ボーナス払っていいかみたいな話がもちろんあるんですけれども、さすがにこの何年かボーナス我慢しなきゃいけないという議論もあるかもしれませんが、東京電力の社員の方も生活があるので人件費を半分にしようとかね、3分の1にしようという話はなかなか難しくて、あともう少し切れるかという議論がもちろんあるんだと思います。で、もっと根本的なことを言うとですね、私が一番問題にしているのはこの事業報酬というやつで、これは実は東京電力の利益収益要素になるんですね。でこれをなんで積んでるんだと、これはもっと丸々2000億とか削れるじゃないかという、議論をさせていただいている。なるほど。人件費は全体の中では今3488億円で、これをゼロにしたり半分にしたりするのはとても難しいけれども、今ここにある事業報酬という、金額3000億近いわけですけれども、ここの部分をもう少し検討余地あるだろうということなんですね。で実際にこの事業報酬ってなかなか今まで私も詳しく知りませんで、全体に今お話しした総括原価方式の中で原価というものと、それから事業報酬という報酬部分があるということなんですけど、どういうものになるんでしょうか。事業報酬というのはですね、報酬というふうについているので、東京電力の利益に該当するものなんですけど、じゃあなんで東京電力がそういう利益、彼らは適正な利益だというふうに言っていますけれどもを積むことができているかというとですね、東京電力は発電をするためにですね、特定固定資産というのが必要になるんです。これは何かっていうと、発電所とか送配電網とかいろんなものが必要で、そういうものを作らないと電気を供給できないですね。こういうものが9兆3000億。ちょっとこちらの方もですね、ちょっとフリップを用意してみたんですけれども、今特定固定資産と言われる発電に必要なものというのが9兆円。そうですね、9兆3826億円あるということになります。で、この特定固定資産というのを東京電力が実際作るためには、どっかからお金を持ってこないと作ることができないということになります。で、企業がお金を調達する手段というのは2種類しかないんですね。で、これは株主から株を買ってもらうか、あるいはどっかから借金をするかという2種類しかないんです。で、株を買ってもらったという場合はですね、その株主に対して一定の利潤を約束しないと株を買ってくれないはずだし、借金をしようと思えば利子を払うことを約束しないとお金を貸してくれないと。だからその株主に対して約束する利潤や金融機関等々に対して約束する利子の分をあらかじめ電気料金に乗っけさせてくださいというのが事業報酬というものなんですね。なるほど。だからこの新しい資産というか発電するような施設を作るために資金調達をする、その時に返済したりお金調達する部分の利潤分とか利息分というのを算定させてくれと、あらかじめ原価にそれも乗っけさせてくれというふうに言っていて、で東京電力は実はこの9兆3826億円ある特定固定資産のうち 30% の分、これまあ金額でいうと2兆8000億ぐらいなんですけど、これは自己資本、つまり株主から調達したことにしてくれということにしてるんです。で 70% は借金で作ったということにしてくれというふうに言ってるんです。ここに見ると 30% がまあ株式とか、そういった自己資本で調達しているということにしていて、で 70% がその借金、銀行からの借り入れとか社債とかで調達したにまあ計算している。そうです。これはフィクションなんですね。実際にはこの 30%、70% なんですか？違います。これは実際にはですね、東京電力の現在の自己資本比率は 10% を切っているので。じゃあこっちの部分は本当は 10%、 まあ8% とかだと思いますけど、はい、10% 切っている割合ということになります。でなんで 30% ってことになってるかっていうと、それは自己資本収益率というこちらの数字ですね、 6.32% の方が高いから、自己資本比率は高いということにしておいた方がたくさんお金が積めるということなので。ちょっと待ってください。実際にはここの部分は今その自己資本比率が 10% に満たないけれども、利潤というか、まあ、配当に充てるというふうに算出する計算の元となっている金額が高い、つまりそのこういっちゃなんですけど、電気料金にその分上乗せできるからそうしてるっていう、そうです。フィクションですからね。そういうふうになっています。これはもうずっとこういう形なんですね。これは一応、95年の時にそう決めたっていうことになっているんです。だからまあそれ以降はずっとこういうことになってますが、東京電力の自己資本比率が 30% になったことはその間一度もありません。なるほど、ずっとフィクション。じゃあずっと私たちはこの分を電気料金で払い続けて、そうです。これまでは気づいてなかっただけです。そういうことなんですね。そして今回もその 30% のまんまなんですけど、でもこの間株主総会ありましたけれども、配当はゼロですよね。そうですね。今そこでですね、私はこの1778億円はゼロにするべきだという主張をしているんです。なるほど。なんでゼロにすることができるかというとですね、そもそも今回東京電力というのは形式的には潰れていないけれども、実際には実質的には債務超過になっている会社なんです、つまり2兆4000億円の国からの資金交付がなければあっという間に債務超過になって潰れていた会社なんですね。つまり株は全部紙っぺらになっていたはずの会社なんです。でその会社の株主が配当を要求することは当然できないし、ましてや内部留保を積んで株価を上げてくださいという主張をすることもできないはずですよねと。もともとこの 6.32% というのは健全な会社において株主にこれだけのリターンを与えなきゃいけないということが算出根拠になっているので、今の東京電力の株主にこの 6.32% の配当や内部留保を約束する必要は全くないですよねということになります。実際もらってないですからね。そうですね。実際特別事業計画上もこの3年間は配当しませんと書いてあるので、配当はもうされないんです。されないにもかかわらず、されないけど電気料金の算出の中にはすることになって要は入れてると。そうですね。まあ配当をするのか内部留保をするのかというのは一応書かれてはいませんけど、本来配当や内部留保のために、計上されるお金が、本当は配当しないけどとりあえず計上だけはさせてくれということになってるんです。ということは本当にまるまるこの1778億円というのは、まあこう言ってはなんですけど架空の金額。そうですね。これはもうゼロでいいということになるはずです。なるほど、そうしますと一方のこちらの方のまあ銀行等ですね、他のまあ企業等からのまあ調達したお金については、これはどういうふうにご覧になっていらっしゃるんでしょうか。こちらはですね、今利息分 1.61% ということになってるんですけど、そもそもですね、東京電力は数字出してくれないんですが、もともと事故を起こす前の東京電力はですね、ずっとこれよりはるかに安い利息しか払ってないんです。1% ぐらいしか多分利息払ってないんですね。なのでもともと高いんです。これもともと高いんです。 1.61 自体が高いんです。これ 1% ぐらいですもともと。だから 0.61% 分は東京電力がポケットに入れてたということにもともとなるんですね。でそれが今後もこれで生かしてくれというふうに言っているんだけれども、じゃあ今の東京電力はどうなってるかというと、今の東京電力は国が東京電力を潰しませんよというふうに約束しない限りは逆に 5% でも 10% でも金融機関を貸さないんです。ね、逆に貸さないんです。逆 1.61% でなんか貸すわけなくて、で一方国が約束するんであれば国の信用力を前提にした利率で貸すはずだから、国の信用力というのは国債の利回りですからね、そうすると大体今後も 1.1% とかの利回りで資金は調達されるはず、少なくとも電気料金に転嫁できるのはその分なはずなんです、するとこの1057億円というのは大体723億円ぐらいまで減らせるということになります。そうすると全体としてはもうこちらはゼロで、こちらの方もまあ700ということは、で2092億円分は原価に組み入れる必要がないお金だということになります。なるほど。そうしますとちょっと先ほどのまたフリップの方に戻りますけれども、全体の中で今この算出されているような全体で、2815億という金額が大幅に2000億ぐらいはもう圧縮できてしまうというような形なんですけれども、他にもいろいろなことが言われていて、今後どういうふうな検討が行われたり、あるいは今のようなことがね、きちんとメスが入るようなことはありえるんでしょうか。まずですね、そもそもなんで経済産業省の方の委員会ではここメスが入らなかったんだっていう議論があるんですけど、これは実はですね、経済産業省自身が作った電気料金審査要領というのがですね、今年の3月の30日付で出てるんです。今年の3月30日付で出てるんです。でそこにはですね、さっきの計算方法で計算していいよって書いてあるんですね。なので経産省自身は実はもう認めてしまっているということになるんです。でこれはタイミングとしては非常に微妙でですね、おそらく東電や経産省はもう、今の東京電力が国のものになることを知っていたけれども、消費者ははっきり知らなかったというタイミングでうまいことですね、すり抜けてこのルール作っちゃったということになるんですね。なので経産省の方の委員会ではもうこれ事業報酬については丸々認めたという形になっていますが、消費者庁消費者委員会の方はですね、必ずしもこれに拘束される必要はないだろうというふうに思いますので、必ずメスを入れなければいけないということになります。で先ほどのこの事業報酬なんですけど、もしこの1778億円というのが認められる余地があるとするとですね、このお金が福島の原発事故被害者の方々の損害賠償の原資になるということであれば、東京電力の消費者としてもある程度納得することができるかもしれないと思うんです。ただ今の時点ではそのようなルールは設定されてないんですね。抽象的に収益を上げさせてくれたら福島の人のためにも使いますからというような説明はしてるんですけど、じゃあしっかり紐付けされてるんですかというふうに言うと全然紐付けされてないんです。なので少なくともですね、この自己資本報酬額というものを特別負担金拠出勘定という名前に変えてですね、しっかり福島の人のためのお金を返すのに使うんだということが明確にされるということが最低限の必要条件になります。もし入れるんだったらそれが必要だし、でもそれがはっきりされないんだったらやっぱり入れられないだろうと。少なくともそれがはっきりされない段階で計上することはどう考えてもおかしいということになるんです。で今のままではこの2092億円は総額原価から外すということになります。でこれがまず事業報酬のお話ですね。でそれ以外のお話としてはですね、もう一個のフリップの方を見せていただきますと。いくつか問題があるんですが、一つはですね、この修繕費といったものや、その他の中に含まれる委託費というものが合わせて 6,000 億とかあるんですけれども、これは実はですね、当初の東京電力の説明では、随意契約が 85% 以上あると。随意契約 85% もあるんですね。入札してないんですね。もともと民間企業だったのでそうなってたんです。でそれをこの度値上げも申請するし、国のお金も入るので反省して 70% に引き下げるというふうに言ってるんです。でも 70% に引き下げるってなんだよっていう話ですよね。独立行政法人などでは 90% 以上は必ず、競争入札にしなければいけないということになっているので、独法では 90% そうですね。今もうほぼ 100% 競争入札です。なので、それに準じた形で、競争性を担保すればこちらについても 20% 程度のコストの圧縮が多分可能だと思います。すると 1,000 億ぐらいやっぱりこちらでも削れると。いうことに、じゃあ先ほどの 2,000 億とこちらの 1,000 億とでさらに、東京電力は他の原子力発電所、他の電力会社の原子力発電所から、電気を買うという契約をしてたんだけれども、実際には原発は動いてないにもかかわらずそのお金は払うというふうに言ってるんですね。これが 1,000 億円ぐらいあると。いうふうに言われていて、この購入電力の中に入るんですか。この中にも1000億円ぐらい原発から買うお金が入ってると。でそれはさらに言うと、原発動いてないのに買うって言っているので、うん、本当は買ってないんだけどお金だけは払うっていう、なんかすごいぼったくりバーみたいな感じですけどのが、はい、1000億円ぐらいあるんです。でそれは東京電力と他の電力会社の契約だからしょうがないというふうに東京電力は説明してるんですが、うん、なんと契約内容を消費者委員会にも消費者庁にもまだ開示してないんですね。あ、じゃあまあ実際にその細かい内容は分かってないから、なんというんですかね、架空の取引というそうですね。つまり本当にそのお金を払わなければいけないという合理的な約束なのかどうかも分からないまま、とりあえず料金だけは乗っかってるという形になってるんです。で、払うかどうかも分かんないんじゃないですか。だから払うかどうかも分かんないですね。だからそこは現時点で全く分かんないんですけど、とにかく払うことになってるから1000億積ましてくれということになってます。で、これも契約内容等々が全面的に開示されて、その契約内容が妥当なのかどうかということをちゃんと消費者庁で検証するというプロセスを経ない限りは計上することは認められないということになるはずです。するとこのままではここでも1000億削れるということになるので、つまり1000億1000億2000億ということで全部で4000億今のままだと計上できないということになります。なるほど。そうすると今ここに東京電力はだいたい6800万円億円不足する額として、まあ今回 10% ぐらいの値上げをしているというふうに考えると、そのうちの4000億がまあもし今のご指摘の通りですね、圧縮することができれば、もし仮に値上げをせざるを得ないとしても半分ぐらいには、まあ半分近くに圧縮できる可能性があるということになるんでしょうか。そうなると思います。もちろん今私が申し上げたような逆に条件が満たされることによって計上が認められるということもあるかもしれないけれども、少なくとも今のままでは値上げ幅は 5% 切るという水準になってしまうでしょうし、適切に条件を整えていったとしても値上げ幅はやっぱり 6% とか 7% という水準がまあせいぜいであろうというふうに私は考えています。なるほど。そうしますと、まあ、今一部ですね、政府の方がまあもう少し圧縮させて、おそらくその人件費部分とか、そういった部分で 8% 台かみたいなことが、出てはいますけれども。今お話しいただいたようなところにはまあミスが入ってないというか、検討していないというようにも見えるんですけれども、実際にですね今消費者委員会のその外部有識者として活動されていて、このあとですね今のようなものをきちんとまあ消費者庁の方で議論して、消費者のまあ利益にかなうような検討というのはきちんと行われる可能性というのはあるんでしょうか。我々外部有識者はなんとかそれを実現したいと思ってます。でもちろんその消費者庁も消費者委員会も官僚組織の部分があるので、そこについては抵抗勢力みたいなものもありますけれども、なんとかですね少なくとも消費者庁消費者委員会は消費者の利益を守るためにあるので、ぜひとも消費者の利益を守るというスタンスからですねしっかりとした問題提起ができればなというふうに考えています。ただこの問題はまあかなり激しい戦いが予想されますから、絶対に今私が申し上げたようなことがね実現するかというとまだまだ決して予断を許さないと。でこれがきちっと実現するためにはまさに国民の皆さんがですねこの問題にしっかりと注目していただくと。で今どうしてもそのボーナス出すか出さないかみたいな話に皆さんごまかされてるんですけど、東京電力の経営者はですね従業員にボーナス出すか出さないかより事業報酬を詰めるかどうかの方が全然大事なんです。なるほど。別に困るのは従業員だけだから。だからボーナスでごまかされたらダメなんですよ。従業員をいじめたってしょうがないわけで、東京電力にどうやって責任を取らせるかという問題ですから、むしろしっかりと事業報酬や売電契約の方をチェックするということを国民サイドもですね意識をしていただければなというふうに思っています。ちょっとさっきの前の方にちょっと1個だけ戻らせていただきたいのは、その3月の末にですね、このルールを決めたというようなお話をされていましたけど、政府なりがこういうその今までと同じ形の、その料金体系というかを追認した背景というのはどういうことが考えられますか。実はですね今回の値上げが認められると東京電力は完全復活するんですね。どういうことかっていうとですね、まず、損害賠償については、資金交付っていう形で全部国が面倒を見てくれるんです。うん、で、燃料費についても、為替とかが変わって燃料費が上がるときには燃料費調整制度っていうのがあって自動的に値上げができるんです。だから今回の発電構成費の変化による値上げまで認められると東京電力としては完全に元の収益体制を維持できるということになるんですね。すると東京電力はとにかくものすごいスピードで復活するということになります。で、今の仕組みはとにかく東京電力を1年でも早く復活させることが一番重要な価値だと。消費者にどれだけ不利益を与えても東京電力を1年でも早く復活させることが最大の価値だという価値判断に基づいて進められているということになります。うん、今回の値上げに対してはみんな個人個人でもちろん怒ってはいると思うんですけれども、その出ていく支出の問題だけでなくて、その構造自体の問題がここにはその隠されているということなんですね。逆に今回この需要報酬というものにちゃんとメスを入れることができれば、この先の発送電分離であるとか電力の自由化の議論はおそらく加速すると思います。一方でこれをやることができないと元の状態に戻ってしまいますから、そういった議論も遠のくということになるんですね。なので今後の我々の日本のですねエネルギーというものがどうなるかということの極めて重大な試金石であるというふうに考えられると。なるほど、ね、だから全体の中ではすごく隠れててよくわからないっていう感じですけど、ほとんどそのゼロなものを積んでるような、こういう体制を変えていかないと、そもそもエネルギー政策自体が変えられないっていうことになるんですね。つまりこの事業報酬っていうのが総括原価方式の肝なんです。そうなんです。つまり事業報酬っていうのが詰めるから東京電力は総括原価方式が嬉しいんです。だから事業報酬さえメスが入ればですね、総括原価方式にもメスは入るんです。そうすると総括原価方式にメスが入れば発送電分離にもメスが入るんです。ですからこれ最初のドミノなんです。だからここのドミノを倒せないとその先には進まないんです。なるほど。やはりそうしますとこの動きはかなりきちんと見ていかないとダメということになりますね。これかなり難しい議論なのでこれまでメディアも取り上げてこなかったんですけど、でもこれ極めて重要な議論なのでここからちょっとぜひですね消費者国民の方もこのテーマに注目していただきたいなというふうに思います。わかりました。ありがとうございました。本当にね数字の話なのでちょっと難しいかなと思ったんですけれども、説明いただいて本当に構造的な問題だということが改めて分かりました。今日はどうもありがとうございました。